ペシャル問題、どっち、はい、あるなしかサイレント唇か、どっち。サイレント唇。サイレント唇、行きましょう。スペシャルサイレント唇問題、はい、こちら。サイレント唇問題です。これから映し出される人が何を話しているのか、はい、唇の動きを読み取ってください。わ、はい、かりましたら耳打ちでお願いいたします。こちらまで来てください。今回の出題者はこの方です。スペシャルですよ今回。はい、誰あ、もしかしてちゃんと待ってお久しぶりです、はい、デデゲイチロです。今日は私からサイレント唇の問題です。はい、何と言ってるかよく当ててください、はい、今日は11時半テレビということでスペシャルバージョンでお送りします。唇の動きは大丈夫ですよ。何かな口の動きだけだよね。次からはゆっくり話すよ。はい、今日はスペシャルバージョンで特別もう一人スペシャルゲストを呼んでおります。なんだ、天竜さん お久しぶりです。お久しぶりです。何ですかこれは。すみません、これ自然なことかもしれません。パンチパーマですか。そうです、ナチュラル。いや、おしゃれ。あら、松尾さん、はい、古いよパンチパーマなんて。嘘、今は言わないよ。何て言うんですか。わからない何の話や。はい、ここからは2人で主体します。何かなよく見て固まってるんですけど。ごめんなさい。というか、わからんわこれ。これ、説明のヒントです。これは懐かしいマーシャルのワンフレーです。わかりますかな。懐かしいですね、これ。便利便利。天竜さん、悪いことできないじゃないですか、こんな高かったら。もう絶対悪いことできませんよ。いや、またこれクイズ関係ないトークやろ、これ。これまたクイズ関係ないトークや。何かな。はい、ある懐かしいコマーシャルのワンフレーズです。よく見てさあ、いくつか文字が出てきましたよ。2つ目のヒントです。これは今でも販売してるある食品のコマーシャルです。ある食品のコマーシャルです。食品のコマーシャル、食べ物のコマーシャル。なんかさ、来た。あ、ジェスチャー。これがコマーシャルのジェスチャーです。何かな。わかりましたら耳打ちですよ。あ、来た。お、さあ、チャンスです。何だよ。ほら、だいぶ出てきました。もう終わっちゃうんだよ。正解しますと30ノーベル。いや、ほんとね、スタッフがちょっと11時間テレビでちょっと気合い入りすぎて V 作りすぎて、本物のなんかそのクイズの本当のとこ全然伝わってこないんだけど。ほんでこの間に若林さんが何書いてんの今とか。何言ってんのかわからんって。いや、何言ってんのかわからん。ここ書かんでよろしいわ。ごめんね、答えたかったけどごめんなさい。はい、改めて正解こちらですね。はい、行きましょう。はい、はい、正解は玄関開けたら日本でご飯でした。あったかな。正解は玄関開けたら日本でご飯と言ってました、天竜さんが。なるほど、玄関開けたら2分でご飯、佐藤のご飯です。すいません。というかこの後もスペシャル問題、結構スタッフ力入ってるんで、多分分かりにくい問題になってると思います。なんかさ、ちょっとさ、はい、クイズよりも違うところに力入れてる。日常レベルのちょうだい。ちょっとすいません、申し訳ございません。回答者席はなんか、応援者席は分かったようなんですけども。分かりました。船木さん分かった。あの、唇で分かりました。それは唇の問題ですか。それは唇の問題。
違った。